はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。ところで皆さんはジャイアントボマーエアレイドというモンスターをご存知でしょうか。このモンスターね、めちゃくちゃ出しにくいんですよこれね、めっちゃ出しづらいんですよね。あのボマーっていう 5Ds のキャラクターが使うエースモンスターで、あのあれですよ、あのリトルフラワー使う念能力者じゃなくて、あの 5Ds にボマーっていうなんかちょっと結構あの厚苦しい男が出てくるんですよ。そいつが使うエースモンスターがジャイアントボマーエアレイドっていうこのモンスターなんですけど、こいつね、召喚条件ね、まあ頭身ほどではないけど、その眠れる巨人頭身ほどではないんだけどね、すげえね、めんどくさいの出し方。このカードは通常召喚ができないということで、例えば墓地に送ってなんか特召喚とかもできません、基本的に。墓地からの、サモンリアクター AI の効果でのみ特召喚できるって書いてあるんで、なんかそのサモンリアクター AI っていうのがちなみにこいつなんですけど、こいつの効果でしか出せないんですよ、このモンスター基本的に。なんで超めんどくさいです、出し方で。サモンリアクター AI っていうのがどういう効果を持ってるかっていうと、長ったらしくね、なんかいろいろ書いてありますけど、召喚条件はここ、自分のフィード上の表側表示のトラップリアクター WR マジックリアクターエイドを1体ずつ墓地へ送って、発動できる。この、自分の手札デッキ墓地からジャイアントボマーエアレイド1体を選んで特殊召喚する。つまり場面にですね、サモンリアクター AI でトラップリアクター WR ってこれね、エイドがこれなんですけど、この3体を並べて、でその3体並べたのを墓地に送んないといけないんですよ。マジでさあ、出せるわけないじゃん、そんなのこの環境でそんなことさせてくれるわけないじゃないですか。俺めちゃくちゃねランク戦で頑張ったんですよ、一応。マジでね出せないで、じゃあこのモンスターをどうやって使っていくかというと、私ね、メンバーシップやってまして、そこでね環境外デッキ選手権っていう特殊レギュレーションの、まあそのなんだろうな、大会とかルームをやってるんですよ。でそこだとある程度ね、ちょうどよく活躍できるから環境デッキ相手はできないけど、こんなデッキでは。だけど一応環境外デッキ選手権であれば、ある程度ね出したりできるんで、まあ、その辺のねちょっと動き方見せていきたい。まあちょっとデッキ内容がね、その多分調整めっちゃしながら撮影してたから多分全然違うと思うんだけど、まあ最終的にこんな感じになりましたみたいな感じですね。でこのモンスター、肝心のこのモンスターの効果ですね、これねすごい強いんですよ。すごい強くて、まず一旦に一度手札を一番墓地を送ると相手フィード上のカードを何でも破壊できるよと。しかも相手ターンに一度この2つのここからどっちかを選んで発動できるっていうことがあるんですけども、相手がモンスターの召喚特殊召喚に成功したら、そのモンスターを破壊して相手ライフに400ポイントのダメージを与える。まあ要は相手の出てきたモンスターをぶっ壊せるってことですよね。で相手がカードをセットした時に、そのカードを破壊して相手ライフに400ポイントのダメージを与えると。まあ基本的にはモンスターをねバンバン破壊していくことになるんだけど、これで、ね、相手ターンに除去能力持っていて、自分のターンでも除去能力持ってるんで、出たらめっちゃ強いんですよ。出たら出せないけどね、ほとんど。ということで今日はこのジャイアントボマーエアレイドを特殊召喚するため の、まあ、ギミックですね、環境外デッキ選手権用に使ってほしいんだけど、まあ、結集とか、深すぎた墓穴とか、アイアンコールとかこの辺の、カードを使って、こういうモンスターたち並べていきます。まあ、要は3体並べる必要があるんですよ。リアクターとリアクターとリアクターをこれ3体並べないと出ないんで。であとはトランスターンを使って、このリアクターからトラップ持ってきてあげたりとか、あとはまあブラックボンバーからね持ってきてあげたりとかして、であとはウィッチとかキラトマトとかでサーチしてあげて、サーチリクルートしてあげて盤面にこれを3体揃えていくみたいな感じですね、基本的には。だからもう頑張ってとりあえずこの5-4-3っていうモンスターを頑張って横に並べる、で頑張って出す、これを気合で、それだけですはい出たら強いんで、効果だけはね見てください。最強なんで、デュエル。スタンバイ。さあ、環境外デッキ選手権やっていくぞ。俺も出なすぎるんだよな。あまりにも出ない。あまりにも出ない。
いろいろね、あのデッキ、どこのどこ動画使うか分かんないから全部言っとくけど、動画の中に出てくるデッキと多分ね、紹介してるデッキ全然違うわ多分。なんかね、すげえいろいろいじながらやってるから、最終形どうなるか分かんないけど、まあ、ちょっととりあえずですね、あのデッキ内容はあんま気にしないで、ジャイアントボーンエアレイドがどのぐらい強いかっていう話、まあ、出るか分かんないけど、シャインエンジェルオッケー。行くよ。はいはい、いいですよ。いや、安全だわ。安全環境外的正式安全。これあのラック戦でこれやると、あの本当一瞬で引き越されますんでね。俺のこれドローだ。お、とりあえずドローフェイズ深すぎた墓の木が深すぎた墓の効果とスクラップリサイクラーを墓地から特殊召喚してリサイクラーの効果をもう一回使うか。でリサイクラーの効果でとりあえずめちゃくちゃ送っていく。はい、ほいで、スクラップリサイクラーの効果とスクラップリサイクラーで、特殊召喚に成功した場合、デッキから、ドラップリアクター WR を特殊墓地に送っていく。でカード1枚セット。まあ、結集あるんでなんとか5は特殊召喚できますね。あと次のターンなんかアイアンコールとか来てくれると嬉しいなっていう感じ。さあ、はいはい、ウィッチ、オーケー。さあ無限に殴ってくるぞ、やばいぞ。いいだろう、いいだろう。あー、なるほど、いいだろう。これ何デッキだこれ。さあこれは何デッキだ。サテ…サテライト、サテライトキャノンデッキだ。出た。さあどうする、サテライトキャノン出していくのか。なるほど。いいね。いや、このくらい時間もらわないとちょっと出せないわ。こんくらい時間もらわないと出せない。オッケー、モンスターで攻撃。全然オッケー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 。で、あの相手機海賊なんで、まあ一応結集はいつでも使えますんで、とりあえずちょっとデッキトップの蘇生札があるかどうかだけちょっと確認しますね。あー、強化っていいね、強化っていいね。これはだから蘇生札は全部揃ったんで一応いけますね。カードを捨てるぜ。一応いける。でライフで受けて、シークレットドローだけ使えるようにしとく説は結構あるんで、だから次の、あ、でもあれか、落ちないのか、まだもう一回落ちていない。いやこれ間に合わないか、間に合わないな。もう一体落ちてないからちょっともう一体必要なんだよな。はは、いはい。でウィッチからのミサキちゃんオッケーで、またサテライトキャノンかな。さあ、ヘビー、あ、ヘビーアーマーの方、なるほどね。あれね、機械族に装備されるとユニオンモンスターでね、機械族に装備されると、あの対象に取れなくなるっていう。でしかも戦闘とかで破壊される場合なんか代わりに破壊できるっていう。さあサテライトキャノンが2体目でできた。めちゃくちゃ強い。で、ライフ8100。なるほど。守備守備。なるほど。殴ってくんねえのか。殴ってほしかったな。できればね、あのライフポイント削られてシークレットドローっていう最強のスキルを使いたかったんですけど、まあいいでしょう。俺のターンだ。さあ、相手もやりたいことはできている。あー、アイアンコール来た。アイアンコール来た。アイアンコール来たか。じゃあ、深すぎた墓穴使って、深すぎた墓穴使ってこれでこれ蘇生して、でこうしといて、これで墓地送っとけんか、ザコモンスターを。さあリアクターを墓地に送るぜ。収集して、いやこれ邪魔だな、ちょっとリアクター邪魔だな。リアクター破壊してもらって次のターンに動くか。結集あるんでね、あのいつでも多分出せると思うんで、相手機械族だし多分大丈夫ですね。ドロー。でめちゃくちゃデッキ遅いので、こんな感じでめちゃくちゃデッキ遅いんで、行くわよ。はい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 、いいですよ、全然いいですよ、モンスターで攻撃するわ。全然いいです、全然いいぞ。さあ殴ってくんのか、サテライトレーザーでぶん殴ってくんのか。お、ターン終了、なるほど、ターン終了、なるほど、全然それはいいんじゃないですか。さあサテライトキャノンの効果で打点が2000になっていく。さあ打点が2000になっていく。よし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 、いけるぞいけるぞいける。まずは強化蘇生の効果増、強化蘇生の効果によってトラップリアクター WR を特殊召喚していく。まあ、まあ、どっちでもいいけど、トラップリアクター WR を特殊召喚。そして一族の結集の効果発動。スピード上の機械族モンスターを一体選択し、このモンスターと種族同じモンスターを墓地から特殊召喚。現れろサモンリアクター AI、 そしてアイアンコール発動。アイアンコールの効果により墓地のレベル4以下の機械族モンスターを特殊召喚。
さあ盤面にはリアクター3兄弟が揃っていく。サモンリアクター AI の効果発動。サモンリアクタードトラップリアクターダブルアルト、マジックリアクターエイドを墓地を振り現れろ。ジャイアントボーイヤーレイド出た、初めて出た、初めて出た。お前のパックは除去させてもらうぜ。ゲットライト、なるほど、バトルフェイズ行くぜ、オラおっしゃー、これがジャイアントボマーエアレイドパワー。ちなみに相手ターンに一度、相手がモンスターを召喚、特殊召喚した場合、そのモンスターを破壊し400ポイントダメージを与えることができる。さらに相手がカードをセットした場合も、これはね、セットしたんだったらこれこうしていいんじゃない、400ポイントダメージを与えさせてもらうぜ。何カードセットしましたか、サテラディアのいいだろ、全然問題はねえ。ドロードローだ、いい、よし、ゲットライド誰誰でも関係ない。ジャイアントモアエアレイドの効果、そうジャイアントモアエアレイドは手札を打ち上げ墓地を振り、お前のフィールド上のカード1枚破壊する。さらにバトルフェイズ食らえ、ジャイアントモアエアレイドの攻撃、うおすげえ攻撃名と効果名違うとこ、攻撃名デスエアレイド、なるほど。さあジャイアントモアエアレイドの効果、そうキラートワードを持ち送り、てめえのシャインエンジェルを破壊させてもらう。超強い、超強い、デスエアレイドターンシードさせてもらうぜ。効果名は、起動後がデスドロップ、誘発効果がシャープ、シューティングね、オッケー。さあお前のフィールド上にモンスターが召喚、特殊召喚された場合、そのモンスターを破壊することができるぜ。さあどうする、ジャイアントボマーエアレイドのそこに地雷を仕掛けておいた。カードをセット、それは別にいいんじゃない、それは別にいいよ、それは別にいいっす。さあどうする、さあどうする、この子はどう、おモンスターを攻撃、バカめシャープシューティング、俺のドローだ、強い、なんて強いんだ。ジャイアントボマーエアレイドの効果発動、手札を持ち送り、お前のカードを破壊する、デストラップバトル、いけーデスエアレイド強い、なんて強いんだ、なんて強いんだこのモンスター、なんでこいつ N なんだ、バカめ、なんだそれ、そんなことあるか、いやいや無理だよ。ジャイアントボマーエアレイドの効果発動、シャまだこんなに強い人がいたなんて。俺様の勝ちだ。いやーこのデッキ強いわ、最強だ。さあお相手の方、剣道小林選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。デュエル。デュエル。俺のターン。悪くはないハンドかな、これは蘇生札2枚引いてるし、いやリサイクラーこれワンチャン破壊されなかったら結構すごい強そうな動きできるんだけど、まあいいや。結構ね環境外デッキ選手権だと意外とこのリサイクラーさえ残るみたいなとこあるんで、アドバンス召喚みたいなねリアクターを、おーなるほど、カードをセットする、はいはい、なるほど、いいですよ、全然いいですよ。モンスターを特殊召喚、あ特殊召喚、なるほど、特殊召喚インベルゼ、なるほど、インベルゼの魔細胞、こいつはフィールド中モンスターにやったら特殊召喚できるとかいうカードあった気がする。でベルズデッキとかそういう感じ、アドバンス召喚、はい、アドバンス召喚、なるほど、モースモースは、あバウンスか、なるほど、バウンス強いな、まあ、これはでもとりあえず受けるしかないよ。2400っていう、お楽しみの始まりだ、はいはい、全然いいです、バトル了解です、はいはい、まあでもリサイクラーもう一回使えるのはでかい、もう一回使えるのはでかいが、あ痛い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 、あでもこれでシークレットドローケーナーに入った、ドロー、アイアンコール、なるほど、あ侵食感染、なるほど、これだから継続トラップだ、はいはい、門番を戻して甘いんだよ、よりしろね、よりしろはなんかリリースがなくなるやつね、レベル5以上の悪魔族モンスターを召喚する場合のリリースがなくなるやつ、コッペリアル来た、コッペ来た、コッペリサイクラー、リ
サイクラーを召喚するしかないんだけど、サイクラー召喚してこれきついか。でもこれセットするしかやることないか。これ勝てないな。さすがにさ、こういうバウンスとかさ、破壊とかそういうカードいっぱい入ってるで無理じゃねえ。これこうするしかないの。弱すぎないか。勝てる気がしねえ。勝てる気がしねえ。どうしたらいいんだ。1500弱すぎる。アドバンス召喚、あまりにも弱え。お楽しみの。あ、でもそう、あ、そうしてくれるんだ。なるほど、優しいな。はいはい。でコッペリアルがちょっとめんどくさいんですよね。このカードが相手によってフィールド上から離れた時、相手フィールド上の表側表示モンスター自体を破壊する、あ、パクるっていう効果を持っているんですよね。パクという効果を持っているんで、とりあえず浅すぎた赤穴をと、使いましてリサイクラーの効果を使い、こうしてでリサイクラー効果で落とすで、アドバンスする、アドバンスする、モンスターをアドバンスしで、はいはい、侵食感染はいい。手札から、マティスを戻して、はいはい、いいですよ。はい、門番OK で、アイアンコール発動、アイアンコールで墓地のリアクター WR を特殊召喚、そしてアイアンコール発動、さらに墓地からマジックリアクターエイドを特殊召喚。よし、行くぞ。よし、行くぞ。サモンリアクター AI の効果発動、リード上のドラップリアクターとマジックリアクターを落ち送り、あらあらジャイアントボマーエアーレイドでもこれ効果使うと死ぬんだよな。効果使うとパクられんだよな。効果使うとパクられるから、これ耐えんのしかないんじゃないか。耐えんのしかねえ。これターエンドしかねえ。するぜ、助けてくれ。ちょっとあいつ破壊すると爆かれんだよ。やばい、コッペリアル厳しい。コッペリアルの効果厳しすぎる。どうしたらいいんだ。まあ、壁を用意しておけばいいのか。壁を用意しておいて、で相手ターンに破壊されるとかいう効果だったら別にいいけど、継続ドラップだ。侵食感染いいよ、侵食感染はいい。あ、ちなみにあのモンスターを召喚、特殊召喚したら一応ね、あの破壊するよっていう効果は持ってますんで、一応アドバンス召喚みたいなことは止められます。結構はい。でカストル、なるほど、カストロケ、カストロ召喚権が増えるみたいな。モンスターを召喚、はい、でカスト召喚いいだろう。てめえのモンスターを破壊するしかねえ。行くぜ、モンスター効果、いけ、シャープシューティング、シャープシューティング、やばい、モンスター、ああやばい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 、やめろー、やめろー、うわー、コッペリアンの効果やばい。俺のジャイアントボマーエアレイドが、お、力、力が今耐えたんじゃないか。トラップ発動、これ耐えたの、耐えたの。これ待てよ、これでこいつ守備1800だから、トラップリアクター WR 守備表示で蘇生したら、こいつ、あいつぶん殴れないから、ぶん殴るしかなくて、いける。よし、モンスターを特殊召喚、よし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 よてめえのフィード上のカードを一枚破壊させてもらうぜ。おっしゃデスドロップ、何逃げるのか、腰抜きか、サレンダーは許さん。さあ立て、剣道小林、行くぜ。セブンカード、装備3700、デスエアレイドくらいやれ、デスエアレイド、ダーッ、いやー、ランク戦で30連敗したいのか、もうできる。